おはようございます。PEMS、レムズ、リスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイト。中国は数十年で最悪の洪水と戦い続けています。2020年7月17日、ワシントン中国当局は金曜日にさらに洪水警報を発しました。何週間もの集中豪雨が30年以上で最悪の洪水を引き起こし、家屋を破壊し、何百万もの人々の生活に影響を与えたため、専門家は最悪の事態になると警告しています。緊急事態管理省によると、洪水により141人が死亡または行方不明になり、少なくとも2万8000戸の家屋が破壊され、少なくとも3800万人が被害を受け、約86億ドルの経済的損失をもたらしました。来週には、南部の地方で再び大雨が予想されます。オブザーバーは、習近平国家主席が洪水の影響を受けた揚子江沿いのどの省も訪れたことがないと指摘している。7月13日に中国の水資源部が発表したところによると、33もの川が過去最高に達し、合計433の川に対して警報が出されました。揚子江の氾濫から形成されたポヤン湖は警告レベルよりも 2.5 メートル高くなりました。昨年後半に COVID-19 が出現した揚子江のほとりに位置する武漢の中心都市は、大雨が河川や湖を膨らませた時、赤の警告を宣言しました。私たちの屋根は大雨のために漏れています。電気スイッチボックスから水が漏れているのがわかります。武漢に住む張はじめさんは VOA に語った。彼の建物全体には電気がないと付け加えた。地方自治体は水位が安全と考えられる最高レベルに急速に近づいているため、住民に予防策を講じるよう警告しています。安徽省、厚生省、及び浙江省などの最悪の打撃を受けた州もまた、赤の警報を発令しました。厚生省の農民である孫良さんは、彼の作物はすべて水に浸されていると語った。同じく厚生省出身のクユーティングさんは、郡内のほとんどのタウンハウスの1階は水没していると語った。州は金曜日に、すべてのレベルの政府が洪水との戦いに、動員。され、影響を受けた人々に救済を提供すべきだと述べた。中国はあらゆる点で適度に繁栄した社会を構築し、今年の終わりまでに貧困との戦いに勝つため、洪水防止と災害救援活動を適切に処理することは非常に重要だ、と州は、CPC 中央委員会の政治局常任委員会の会議で述べた。しかし、地元の人々は別の話をしています。地方当局は私たちに家族や友人と一緒に暮らすように言っています。と武漢に住む張毅さんは言った。年の初めには、私たちは家族を訪問することを許可されなかった。今、私たちはそうするように求められている。彼はこれまで政府から救済物資や資金を受け取ってはいないと付け加えた。洪水の被害を受けた地域に州が来たことがないことは見過ごされていません。ニューヨーク市立大学の政治学教授シアミンは、中国共産党のほとんどすべての元指導者らは国が自然災害に見舞われた時に被災地を直接訪れたと VOA に語った。それは伝統です、と彼は言った。
州がコロナウイルスのパンデミック、香港及び悪化している米中関係に対処するために駆けずり回っていることを示していると思います。当局はまた、水が警告レベルより10メートル以上も高い三峡貯水池の警報を鳴らしました。中央地域の長江にある三峡ダムは、世界最大の水力発電プロジェクトであり、最も物議を醸しているプロジェクトの一つでもあります。プロジェクトの支持者は、ダムは洪水貯蔵スペースを提供することにより、下流の洪水の可能性を低減すると主張している。しかし、プロジェクトの批評家は、揚子江の水位が歴史的に高いため、プロジェクトが意図した通りに機能していないことを証明していると述べています。三峡ダムの主要な正当化の一つは洪水制御でしたが、完成から20年も経たないうちに、記録された歴史の中で最高の洪水が発生しました、と中国の洪水を研究しているアラバマ大学の地理学者であるデイビッド・シャンクマンはロイターに語った。実際には、これらの深刻な事態を防ぐことはできません。超はじめは、ほとんどの住民はダムの仕組みを理解していないと語った。私たちはそれが発電のためだけだと思っていました、と彼は VOA に語った。中国の地質学者、ファン・シャオはダムに対する批判をしつこく主張してきました。彼はこれらの主要なダムプロジェクトが実際に川を下る堆積物の流れを変えることによって洪水を悪化させる可能性があると言いました。ロイターとのインタビューで、彼はこれらのプロジェクトが部分的かつ一時的に上流の洪水を遮ることができるが、揚子江の中流と下流の大雨によって引き起こされた洪水を助けるには無力であると言いました。中国の国営メディア CCTV は、これらの懸念を一部の西側メディアに宣伝されているとして退け、三峡ダムは川の中下流の洪水制御の圧力を効果的に緩和したと語った。以上です。ありがとうございました。リッスン NVOA でした。